ジジババはトイレ使用禁止ですから入らないでください。500メートル先にコンビニあるんで、そこのトイレを使ってください。そう言ってニヤニヤと笑っている長男嫁。あなた帰りましょう。そうだな。頭に来た私たちは、彼女とは冠婚葬祭以外一切関わらないことに決めた。そんな中、いきなり長男嫁から連絡が来た。お母さん、助けてください。必死に私たちにすがってくる長男嫁。だがもう遅い。何？あなたとはもう関わらないと言ったはずだけど。私は65歳の主婦。夫とは結婚してもう40年近くが経つ。夫は3年前に定年退職をしていて、私たちは体が元気なうちにと毎日アクティブに動いている。毎日朝に散歩をしているし、海外旅行にも月に1回ほどのペースで行っている。できれば生きているうちに全部の国に行ってみたいなんて思っているほどだ。そんな私たちには可愛い一人息子がいる。まあ可愛いとは言ってももう35歳で立派な社会人だ。息子の正人は子供の頃から勉強を一生懸命やっていたおかげで、高校も大学も名門と言われる学校に進学し、就職先も大企業だった。本当に勤勉で真面目に育ってくれてよかったと思う。息子は手のかからない子で、それでいて親思いのいい子だ。社会人になってから一人暮らしを始めたのだが、定期的に帰ってきては私と夫に近況報告をしてくれていた。一生懸命仕事を頑張っているようで、順調に出世していっているようだった。そしてそんな中、今から3年ほど前に息子は結婚をした。息子が結婚の報告に来た時は驚いたものだ。今度、母さんたちに会ってほしい人がいるんだ。え、それって？ああ、結婚するんだ。え、そうなのね。おめでとう。ありがとう。今度の休みの日にでも婚約者を連れてきていいかな？ええ、もちろんよ。楽しみにしてるわね。そして息子は早速婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、ゆかと言います。ゆかさんはとても美人な人で、私も夫も驚いた。二人は合コンで知り合ったらしい。そしてゆかさんの方からアプローチをしていって付き合うことになったそうだ。その話を聞いてさらに驚いたが、私は彼女のような人は会っていると思う。息子は心優しくて真面目な子であるゆえに奥手なところがある。だからそうやって引っ張ってくれる人の方がいいと思った。ゆかさん、正人のことをどうぞよろしくね。そして息子とゆかさんは結婚をした。結婚式はとても豪華で驚いたが、すごくいい式だった。息子たちが幸せな新婚生活を送っているといいなと思いながら日常を過ごしていた。だが私と夫はすぐに長男嫁の本性を知ることになる。それは長男夫婦が結婚してから初めて私たちの家に遊びに来た時のこと。正人、ゆかさん、いらっしゃい。母さんたち、久しぶりだね。仕事が忙しくてなかなか来れなくてごめん。いいんだよ、元気な姿が見れて嬉しいよ。ゆかさんもゆっくりしていってね。はい、ありがとうございます。最初はいい雰囲気だった。だが晩ご飯の時になって問題が起きた。今日はご飯はどうするの？ああ、実はもう作ってあるの。そろそろ晩ご飯の時間にしましょうか。私がそう言って席を立とうとすると、長男嫁がこんなことを言った。え、今からお母さんの料理を食べるんですか？え、私はそんなことを言われて戸惑ってしまった。一応いろんな料理を作って、豪勢にしようと思ってたんだけど。すると長男嫁は、
明らかに不機嫌そうな顔をして、今日はお寿司の出前とかどこか外食に行くんだと思ってましたと言った。せっかくそのために高い服も着てきたのに。あ、ごめんなさい。先に相談してから決めればよかったわね。私がそう謝ると、長男は、あ、いやでも母さんの手料理を俺は久しぶりに食べたいって思ってたよとフォローしてくれた。だが長男嫁は、私は久しぶりじゃなくて初めてだし、それに別に食べたいと思ってないしと言い出した。長男嫁の発言に私も夫も絶句した。一応ローストビーフとか手の込んだものも作ったし、赤ワインも買ってきたんだけど。おばさんが作ったローストビーフよりも一流シェフが作ったローストビーフが食べたいです。そんな言い方しなくても。長男嫁のわがままな発言に一気に空気は悪くなった。そして結局このままでは良くないと判断したのか、夫が、わかった、じゃあ今日の晩ご飯は寿司の出前を取ろうと言った。母さんが作ってくれた料理は私が明日食べる。あ、じゃあ俺も食べたいからタッパーに少し詰めてもらってもいい？夫と息子がそうやってフォローしてくれたが、私は嫁の態度にものすごく腹が立った。普通外食がしたいと言ってもそのような態度を取る必要はないだろう。どうしてそんなひどい言われ方をしなければならないのだろうか。だが長男嫁は、自分がひどい態度を取ったことなど自覚していないのか、お寿司が来たら上機嫌でバクバクと食べて、お酒もどんどん飲んでいた。遠慮なく飲み食いする姿に私は呆れてしまった。細かいかもしれないが、出前のお金は私たちが支払っている。しかも息子も出すと言ったのだが、長男嫁が、こういうのはごちそうになるものよなんて言って、息子がお金を出そうとするのを止めたのだ。私はとことん長男嫁が嫌いになった。一体この人は何様のつもりなのだろうか。結婚の挨拶の時は全く見せていなかった本性を知って、私はとてもがっかりした。そして息子はこんな人と結婚生活をちゃんと続けられるのかと心配になった。それから数ヶ月ほど経って正月が訪れた時も、長男嫁は面倒くさかった。正月は親戚一同が集まる。場所は義兄の家で、もともと夫の実家だった家だ。そこに初めて長男嫁がやってきた時、ものすごく文句を言っていたのだ。何よ、このボロい家。古臭すぎてマジでないわ。こんなところに住んでいる人の気が知れないわ。そんなことを言っていて、夫はすごく怒っていた。ゆかさん、ここは私が子供の頃に暮らしていた思い入れのある家だ。あなたにとっては確かにボロい家かもしれないが、そういう配慮のない言葉は口に出して言わない方がいいと思うよ。夫はできるだけ頑張って怒りを抑えながら長男嫁を叱った。だが長男嫁は、あ、はい、気をつけますという完全に舐め切ったような態度をとっていた。私も夫もこの人はどうしようもないと思った。そして他の親戚の人たちは宴会の準備などを手伝ってくれていたのに、長男嫁だけは宴会が始まるまでくつろいでいて、宴会では誰よりもお酒を飲んでいた。そんな長男嫁の様子を見て、息子もさすがに呆れていた。ゆか、少しは遠慮ってものを知った方がいいと思うんだけど。そうやって息子は長男嫁を注意した。だが長男嫁は全く聞く耳を持たなかった。いやいや、何それ、私何も迷惑かけてないし、みんなと同じように宴会を楽しんでるだけじゃない。それとも何、あんたは私に親戚たちにこき使われろっていうの？いやそういうわけじゃ。嫁のことを一番に大事にできないなんて最低よ。あなたはそうやって嫁よりも自分の親や親戚を優先する人なんだね。ひどいわ。
友達に相談しようかな。旦那からひどい扱いを受けてるって。そんな。長男嫁はそう言って息子のことを脅していた。息子は心優しいからあまり長男嫁に強く注意ができない。それを分かってて長男嫁は息子に対してそういうことを言っているのだ。さすがにここまでひどい態度を取るのはありえない。私と夫はある日息子だけを呼んで話をすることにした。ゆかさんと結婚生活を続けてて本当に幸せか。夫がそのように息子に尋ねる。私たちは息子の本心を聞きたかった。だが息子は意外にもこう答えた。そりゃ理不尽だなって思うところもあるけど、それでもやっぱり好きになって結婚した人だから大事にはしたいと思っているし、一緒にいて幸せだよ。私と夫は息子の返答に驚いてしまった。そして息子が納得している以上何も言えなかった。まあ夫婦としての形というのはいくらでもある。私たちへの態度がひどいのは気になるけど、それでも息子が幸せであるのならそれでいいだろう。そう思い私も夫もそれ以上は何も言わずに温かく見守ることに。それから2年ほどが経った。私たちは夫と平和にのんびりと過ごしていて、息子は定期的に帰省してきた。だがこの頃になると長男嫁は一切ついてくることはなくなり、親戚付き合いもしなくなっていた。まあ私たち夫婦にとってはその方がありがたいが。結婚生活は順調なのか。うん、まあとりあえずは。そう、それならよかったわ。だけど最近やたらと家が欲しいって言ってるんだよね。家？うん、新居を構えて引っ越したいって言ってる。なるほど。そのように話す息子に私と夫はある提案をした。え、いいの？ああ、マサトが幸せならそれがいいし、私たちとしても信頼できる人の方がいい。ありがとう、父さん。絶対にユカも喜ぶよ。それから数ヶ月後、息子夫婦は新築のタワマンに引っ越しをした。私たちは息子に招待されたので、すぐに遊びに行った。さすがに新築なだけあってすごく綺麗で豪華だった。本当にすごいいい眺めね。そりゃ30階ですからね。お母さんたちは一生住めないでしょうね。そうやって私たちをバカにしてくる長男嫁、本当に相変わらずだ。私と夫はため息をつきつつ、とりあえずは新築祝いということで聞き流すことにした。それから和気あいあいと話をして長男夫婦の新居の中を楽しく見て回った。食卓について出前のお寿司を食べながらお酒を楽しんでいたところ、いきなり息子のスマホに仕事の連絡が入った。土曜日だというのに息子は相変わらず忙しそうだ。現在は部長という立場にあるため、そうやって部下から連絡が来ることも珍しくないらしい。ごめん、ちょっと電話出てくる。そう言って息子は自分の部屋へと行ってしまった。お酒を飲んだことで私はトイレに行きたくなった。そこで「ゆかさん、お手洗いを借りてもいいかしら？」と聞いた。聞きながらもう足はお手洗いに向かっていたのだが、なんと長男嫁はまさかの発言をしだしたのだ。ちょっとやめてもらいます。え？ジジババはトイレ使用禁止ですから入らないでください。だってここは新築のタワマンですよ。せっかく綺麗なこの部屋のトイレをあなたたちみたいな汚いジジババに使ってなんて欲しくないんですよ。500メートル先にコンビニあるんで、そこのトイレを使ってください。そう言ってニヤニヤと笑っている長男嫁、これにはもう我慢の限界だった。私と夫は目を見合わせて帰る準備をした。あなた帰りましょう。そうだな。長男嫁は自分の狙い通りにでも言ったと思ったのか
ニヤニヤしている。私たちが玄関で靴を履いていると、ちょうど仕事の電話が終わったのか、息子は慌てて玄関にやってきた。レ、どうしたの母さんたち。ごめんね。私たち、帰ることにしたわ。え、なんで？トイレも貸してもらえないみたいだから。は。マサト、今日は招待してくれてありがとね。そう言って私たちは長男夫婦の家を出た。今までも相当腹が立った。それでも息子が納得して結婚生活を続けているからと我慢をしてきた。だが今回の扱いはひどすぎる。もしかしたら今までの積もり積もった不満が爆発したのかもしれない。だが私たちも人間だし、許せないことはある。頭に来た私たちは、彼女とは冠婚葬祭以外、一切関わらないことに決めた。私たちが帰宅すると、息子から謝罪のメッセージが来ていた。どうやら事の経緯を細かく聞いたようだ。そして息子はとある決断をしたらしい。私も夫もそれが正解だと思った。そんな中、いきなり長男嫁から連絡が来た。お母さん、助けてください。なんか雅人さんが離婚をするって言い出してて。必死に私たちにすがってくる長男嫁。だがもう遅い。何？あなたとはもう関わらないと言ったはずだけど。そんなこと言わないでくださいよ。お母さんやお父さんにひどい態度を取りすぎだって、雅人さんに愛想をづかされてしまったんです。謝るから、お母さんたちの方から雅人さんに嫁を許すように言ってあげてくれませんか。どれだけあなた都合がいいの。私たちにひどい態度を取ってきたのもあなた。そのせいで離婚の危機に陥っているのもあなた。あなたが全部悪いんじゃない。私も夫も一切関係ないと思うけど。そんな。とりあえず雅人に土下座でもして謝り続けたら。プライドの高いあなたはそんなこと絶対にできないでしょうけど。じゃあ頑張ってね。あ、ちょっと。私はそう言って電話を切った。一回長男嫁は痛い目を見ればいい。もう息子は絶対に許すつもりはないと言っていたから、いくら長男嫁が謝罪をしても受け入れてはもらえないだろう。それから数日後、長男嫁は今度は私たちの家にやってきた。ちょっと、いくら謝罪しても雅人は離婚を取り下げてくれないんだけど。そう言って逆切れをしだした長男嫁。私と夫は近所迷惑になるのでとりあえず家の中に入れた。長男嫁はひたすら文句を言って、自分は離婚をしないと言い張っている。私はすぐに息子に連絡をしてきてもらった。息子は呆れた様子でやってきて、今度は母さんたちのところに乗り込んで、どういうつもりだ、と長男嫁に問いかけた。あなたが離婚を取り下げてくれないから、こうしてジジババのところにやってきたのよ。俺の親をジジババって言うなよ。うるさい。じゃあ離婚を取り下げろ。それはしない。そうね、離婚を取り下げるくらいなら、私たちもジジババと呼ばれた方がマシだわ。もう、何なの。どうして私にそんな意地悪をするのよ。そう言って、自分は被害者だと主張する長男嫁。だが誰も長男嫁にはもう言いまかされなかった。それは自分の胸に問いかければ、すぐに答えがわかるだろう。とにかく俺は絶対に離婚を取り下げることはしない。あの家からも出て行ってくれ。息子が毅然とした態度でそのように長男嫁に言う。すると長男嫁はハッとしたような表情をして、そしていきなりニヤッと笑った。だったらあのタワマンの半分は財産分与で私のものよね。離婚するならあの家を渡しなさいよ。切り札を見つけたかのような長男嫁。だが彼女の思い通りにはいかなかった。ああ、それは無理だよ。だってあの家は父さんの名義だから。
父さんは昔から会社員をしながら投資もしていて稼いでいたんだ。それで今回とても立地のいい新築のタワマンが建つからと不動産投資のために購入したんだよ。そして賃貸で貸し出す予定だったのを俺が借りてるんだ。だから俺たちが離婚したところであのタワマンは父さんのものだ。そんな。長男嫁は顔面蒼白の状態でうなだれた。その後も離婚はしないとごねていたので息子は夫に、父さん、あのタワマンの賃貸契約を解除してくれ、そして新しい入居者を募ってよと言った。ちょっとマサト、何してるのよ。ユカが離婚に応じない以上別居するしかないからな。俺はタワマンじゃなくても十分に住めるし、引っ越して会社近くの単身用のマンションに引っ越す。お前も退去勧告が出る前に出て行けよ。まあ不法侵入で逮捕されてもいいなら構わないけど。嘘でしょ。そこまで本気で別れたいの？ああ、別れたい。俺は俺の親を大事にせずに金のことしか考えていないお前にうんざりだ。息子がそう言うと長男嫁は顔面蒼白になっていた。まさか面と向かってここまできつい言葉を言われるとは思ってなかったのだろう。結果的に長男嫁は離婚に応じて家を出ていくことになった。財産分与として息子が働いて貯めたお金が半分消えたが、息子は後悔していないそうだ。今度こそ俺はちゃんとした人と結婚できるように見る目を養うよ。苦笑いをしながらそういう息子の肩を私と夫はポンと叩いた。息子はとても優しくていい性格をしている。だから絶対にいい人が現れる。私と夫は焦らなくていいということを伝えて息子の幸せを願った。そして私はこれからも夫と仲良くしながら日々の生活を楽しく過ごしていこうと思う。家事を全部お母さんに押し付けて自分たちは楽をして。そんなことして恥ずかしくないの？一緒に住んでやってるんだからそれくらい当然だろ。ありえないわね。人として軽蔑するわ。低学歴のバカが何生意気な口を聞いてんだよ。30歳超えても学歴のこと言ってくるやつって大概仕事がうまくいっていないやつだよね。そんなに言うならお前が母さんを引き取れよ。え、いいの？私の名前はのぞみ、30歳の主婦だ。今は夫のあきらと結婚して幸せに暮らしている。だがこんな幸せな生活を手に入れられたのは奇跡だと言っていいほど、私は昔は辛い日々を送っていた。原因は私の家庭の事情にある。私の実家は二世帯住宅で、父方の祖父母、両親、兄、そして私の6人で暮らしていた。だけど父も祖父母も考え方が古い人で、後継ぎである長男さえいればいいという考えの人だった。だから父も祖父母も私のことには興味を持たず、常に兄のことばかりを可愛がっていた。私にとっての唯一の救いは母が私を愛してくれていたこと。それでも母も祖母から嫁いびりを受けていてかなり辛そうだったが、兄は父と祖父母に過保護に育てられてどんどん性格がわがままになっていた。そのため私のものを勝手に取ったり、私のお小遣いを盗んだりしてきた。私はその度に大泣きするが、父や祖父母からうるさい。となぜか私が怒鳴られる。父から欲しいものは買ってもらった記憶はないし、服もほとんど新しいものを買ってもらったことはない。兄とは性別が違うので、私が成長して持っている服が着られなくなっても、お下がりの服すらない。だから母が父と祖父母の目を盗んで、こっそり近所に住むお姉さんからお下がりとして服をもらってきてくれていた。私は母がいなければ、もしかしたら養子か施設にでも送られていたのではないかと思う。母のことは大好きだったが、私は高校卒業と同時に家を出て働き始めた。
そもそも父から情けで高校まで行かせてやってるんだ、それ以降はもう面倒は見ないと宣言されてしまったから出て行かざるを得なかったのだが、それでもあの家から解放された幸福感の方が強かった。今こうして夫と幸せに暮らせて本当に良かったと思っている。そんな中、突然我が家に母がやってきた。時刻は0時前で、母はボサボサの髪にボロボロの服の状態だった。お母さん、どうしたの？3月下旬とはいえ、まだ肌寒い頃だったのに母はコートすら着ていなかった。家に入ると母は体を震わせている。私はすぐに母を家の中へ入れて居間のソファーに座らせた。夫が心配してホットコーヒーを入れてくれて、母に出してくれた。母はありがとう、と消え入りそうな声で言ってコーヒーを飲む。温かいものを飲んだことで、体の震えは収まったようだ。一体何があったの？私がそう聞くと、母はう、と言って泣いた。そこで聞かされたのは、母が体験した辛い日々の数々。私、あの家にはもう帰りたくない。そう言って涙を流してうつむく母。私は胸が締め付けられる思いだった。私が高校を卒業して家を出た後ももちろん母は実家で暮らしていた。数年後には祖父母がどちらも他界し、私は少しは母の負担は減ったかなと思っていた。兄も大学を卒業して就職してから家を出て、実家には母と父のみの状態。まあ、正直父はモラハラというか亭主関白なところがあるから、父と二人きりも結構きつかっただろう。それでも祖父母もいた頃よりはマシだったはずだ。そんな母が辛い思いをしだしたのは、3年前からのこと。ちょうど父が亡くなった時からだ。父が亡くなると兄は実家に戻ってきたらしい。その時に、これ俺の結婚相手だからと母に告げたそうだ。私は母からの説明で兄が結婚していたことを初めて知った。それほど私と兄は仲が悪く決別している状態なのだ。兄は嫁を連れて戻り、母が納得する前に同居を始めてしまったらしい。それでも母はお腹を痛めて産んだ息子が自分と同居してくれると聞いて嬉しかったのもあったそうだ。だから結果的に同居生活を受け入れたそうだ。しかしこれが母にとっての地獄の日々だった。兄も嫁も母をまるで奴隷のようにこき使ったそうだ。お母さん、早く飯作ってくださいよ。母さん、なんで掃除してないんだよ。早く風呂沸かせよ。お母さん、私、あのケーキ屋のケーキが食べたい。母さん、ちょっと10万貸してくれよ。こんな感じでひたすらに母に対していろんなことを要求してきたそうだ。料理も洗濯も掃除も全部母の仕事。それなのに食事は一緒に取らせてもらえず、母は兄夫婦の分の料理を作った後に自分の家の方に帰らされたそうだ。そのうち母は兄夫婦の相手をするのが嫌になり、2世帯の自分の家にこもろうとしたそうなのだが、なぜかすでに兄夫婦はどちらも母の家の方の鍵を持っていて逃してくれなかったらしい。お母さん、何サボってるんですか？あなたの仕事は私たちの家の家事ですよ。いちいち隠れるようなことすんなよな。いっそのこと2世帯ぶっ壊して1世帯だけの広い家にしちまうか。賛成、それいいね。兄夫婦がそんなことまで言い出したので母は恐怖に駆られたそうだ。そして兄夫婦が本気で施工会社に連絡を取り始めたりしたので、このままじゃやばいと思い、初めて兄夫婦に意見を言ったらしい。母が二世帯住宅を壊すようなことはしないでと言うと、兄はブチギレて、母さんに意見なんか求めてねえんだよと言い、母から鍵を奪って外に締め出したそうだ。それで母は行くあてもなく
私たちの家を訪ねてきたとのこと。母はもう人生に絶望したような疲れ切った顔をしている。お母さん、今日はここでゆっくり休んでいいからね。私はすぐにお風呂に入るよう言い、私は母のために料理を作った。母はお風呂で体を温めた後、私が料理を出すとまた涙を流した。なんと兄夫婦の食費も母が負担させられていたらしく、母は少ない年金暮らしの中でさらにカツカツの状態で、自分の分の食事は本当に貧しいものだったらしい。だから、こんなちゃんとした料理を食べるのは久しぶりだと言って泣いたのだ。私は兄夫婦に対して言いようのない怒りが湧いた。私の大事な母をこんな目に遭わせやがって。その日はもう夜遅かったので、母を寝かせて私も眠りについた。翌日、私は仕事を休んで母と一緒に買い物へ。夫も了承してくれたので、落ち着くまでこの家に母に滞在してもらうことにしたのだ。そのため、母の部屋着とかとりあえずの衣服や生活用品を買うことに。のぞみ、迷惑かけて本当にごめんね。私がこんなグズで役立たずで、どうしようもないから。何言ってんの、お母さんは何にも悪くないんだから。それにそんな風に自分のことを卑下しないでよ。私はお母さんをそんな風に思ったことなんてないよ。私の中でのお母さんは、とても優しくて頼れる最高のお母さんだから。のぞみ、ありがとう。母は精神的に相当参っていたようだ。母をここまで追い詰めた兄夫婦は本当に許せない。とにかく母の心の傷を癒すために私は、母が好きな食べ物を食べに行ったり、二人でカフェでお茶したり、おしゃれな服やバッグを買ってあげたりした。母は最初は申し訳ないと言っていたが、こんなに贅沢したのは独身の頃以来だわ、と言って喜んでいた。母に笑顔が戻り始めて私は嬉しかった。そうして母が来てから3日ほど経った頃、母のもとに兄から連絡が。ちょうど私も一緒に家にいるタイミングだったので、スピーカー状態にしてもらって電話に出ることに。兄は通話状態になった途端に怒声を上げてきた。おい、今どこにいんだよ、このクソババア。さっさと帰ってきて家事をしろよ。私は絶句してしまった。こんな横暴な態度を兄は母に当たり前のように見せていたのか。母が気の毒で仕方なかった。母は兄の怒声がトラウマなのか、体を震わせている。それを見て私は私が母を守らなきゃと気合を入れた。ちょっと、何よその態度は。自分の母親に向かって礼儀がなってないんじゃないの？あ、お前誰だよ。のぞみよ、久しぶりすぎて自分の妹の声も忘れたのかしら。ああ、お前だったのか。相変わらず頭の悪そうな出来損ないらしい声をしてるな。兄はそうやって昔のように私をバカにしてきた。理由は私が兄より偏差値の低い高校に行っていたからだろう。でも本当は私は兄よりも頭が良かった。しかし父が私に進学する高校を選ばせてくれなかったのだ。父は兄のことをとても可愛がっていたので、幼稚舎から入れる私立の名門学校に入れていた。だから当然学費は他の学校よりもかなり高い。そのため私には無駄な金を使いたくないからと、家の近くの公立高校に進学させたのだ。その高校は偏差値はそこまで高くないので、学歴で言うと兄の方が高くなるのだ。だから兄は私が自分より低学歴だとして、バカだと言って昔から罵ってきていた。お前が電話に出ているってことは、今母さんはお前の家にいるのか？ええ。そうよ。じゃあさっさと母さんを返しに来い。何よその言い方。お母さんは物じゃないわ。うるせえな。ちっちゃいことでガタガタ言ってんじゃねえよ。
あんたなんかにお母さんをこれ以上預けるわけにはいかないわ。はあ？俺たちは一人きりになった母さんと同居してやってんだぞ。むしろ俺たちの優しさに感謝してほしいくらいだぜ。いいから母さんを返せ。感謝するのはあんたたちの方でしょ。はあ？家事を全部お母さんに押し付けて、自分たちは楽をして。そんなことして恥ずかしくないの？一緒に住んでやってるんだからそれくらい当然だろ。ありえないわね。人として軽蔑するわ。低学歴のバカが何生意気な口を聞いてんだよ。社会人になったら学歴なんて関係ないと思うけど、30歳超えても学歴のこと言ってくるやつって大概仕事がうまくいっていないやつだよね。お前、いい加減にしろよ。そんなに言うならお前が母さんを引き取れよ。え、いいの？は、言ったね。約束だからね。お母さんは私が責任を持って面倒を見るわ。私が喜んで承諾したことに兄は一瞬動揺していたが、すぐに横柄な態度に戻った。か、勝手にしろ。そんな役立たずのグズなんていらねえからな。男に二言はないからね。もし後でやっぱり嫌だとかダサいこと言わないでよね。誰が言うか、この野郎。そして私は母を兄夫婦から引き離すことに成功。とりあえず母の荷物を移動させたかったので、引っ越し業者を呼んで荷造りまで一緒に頼んで移動してもらうことに。私と母だけだと兄夫婦とトラブルになりそうだったので、あえて業者に先に依頼して当日に荷物を取りに行ったのだ。兄夫婦は業者まで来てしまった以上、母の家の鍵を開けることだけは承諾せざるを得ず、無事に荷物を運び込むことができた。そこで初めて兄嫁を見たが、なんというか品がなさそうな嫌な雰囲気の女性だった。兄夫婦は私と母をひたすらに睨み続けていたが、私は無視をして引っ越し業者の対応をしていた。そして母を無事に兄夫婦から解放させることができたのだ。それから母は私たちと同居し始めた。兄夫婦との生活とは打って変わってとても平和な時間が流れているので、母は心がどんどん穏やかになっていったようだ。私が別にしなくていいと言っているのに、自ら進んで嬉しそうに家事をしてくれた。そして私たちと一緒に食事をとれることをとても喜んでくれた。母の部屋も用意しているので、一人の時間も確保できて、心身ともにかなりリラックスできているようだ。気づけばあっという間に母がこちらに来てから1ヶ月が経っていた。するとそんな中、いきなり兄から母のもとに連絡が来た。母が慌てた様子で私に相談してきたので、この前のようにスピーカー状態にして私が電話に出た。もしもし。なんでお前がまた出るんだよ。そりゃ同居してるからね。それよりお母さんに何の用？そうだった。母さんに用があんだよ。あの家のリフォームをしようとしたら名義人がいないとできないって言われたんだよ。だからちょっとだけ母さんを貸せ。またも自分勝手な発言をする兄。私はとことん呆れてしまった。何度も言うけど、お母さんは物じゃないのよ。うるせえな。いいからさっさと連れてこいって言ってんだよ。私はまたしても兄とこうやって喧嘩をしなきゃいけないのかとしんどい気持ちになる。すると母が電話の前に立った。私はリフォームの手続きにサインはしないわ。お母さん。母は震えながらも兄に電話越しで話しかけていた。はあ？おい、何言ってんだよクズ親が。あんたは母さんの言う通り出来損ないなんだから、おとなしく俺の言うことを聞いていればいいんだよ。だからさっさとこっちに来い。嫌よ。あ、私はグズでも役立たずでもないわ。あなたやお父さんのような精神年齢の低い人との生活を長年我慢して、
過ごしてきた忍耐力のある女よ。でももうあなたたちに振り回されるのはごめんよ。あの家は私の父親が結婚するときに建ててくれた大事な家だったけど、あなたや嫁に占拠されるくらいならない方がマシ。な、何言ってんだよ母さん。あの家は売りに出すことにするわ。だからあなたたちはとっとと私の家から出て行ってちょうだい。母は今まで見せたことないくらいの怒りをあらわにして兄に怒鳴った。兄は一瞬ひるんでいたようだが、すぐに逆ギレしてきた。はあ、ふざけんなよ。グズのくせに。マジで頭にきた。お前なんてボコボコにしてやる。どこに住んでんだ。今すぐ家に乗り込んで行ってやるよ。最低だ。民度が低すぎる。兄がそうやって脅しの言葉を言うと、黙って話を聞いていた私の夫が電話の前に来た。あなたたちが来た瞬間に捕まりますがよろしいですか。あ、今度は誰だ。私はのぞみの夫です。上等じゃねえか。通報する勇気があるならしてみろよ。そんなことできないくらいに徹底的にやってやるよ。兄の言葉に夫はふっと笑った。な、何笑ってんだよてめえ。失礼。まだ私のことを名乗ってなかったから、そんな口が聞けるんだなと思いまして。私は警察官をしているので、あなたたちが殴り込んできた瞬間に逮捕しますよ。え？兄は明らかに動揺していた。そう、そんなのハッタリだろ。まあハッタリだと思って来てみたらいいんじゃないんですか。現行犯逮捕されても構わないなら。な、殴り込みはやめてやる。兄は完全にビビってしまっていた。お兄ちゃん、これで終わりだと思わないでよね。あなたや奥さんがお母さんにしてきたことは許されることじゃないわ。は、なんだよお前、出しゃばってきやがって。旦那が警官だからって調子に乗るなよ。私は腕力はないけどね、知性はあるのよ。は？低学歴のお前が何言ってんだよ。私、お母さんの弁護士となってあんたたちのことを訴えるから。お母さんが苦しんだ分の慰謝料を請求するからね。は、弁護士？ええ、そうよ。私は今弁護士として働いているのよ。嘘だろ。お前が。兄は自分より下だと思っていた私が自分よりも成功していてショックを受けていた。別に嘘もハッタリもついてないわ。ちゃんと書類用意して内容証明を送るから覚悟しておいてね。そんな。電話越しでもわかるほどに兄は落ち込んでいるようだ。だが絶対に兄を許すことはしない。私の大事な母を散々苦しめたのだから。その後、母は家を売り、私は母の弁護士として兄夫婦に慰謝料を請求。兄夫婦は私には警察官の夫がいると知っているので、何もしてこなかった。それどころか、俺たちから家や金を奪わないでくれ、と泣いてすがってきたほどだ。私はそんな兄夫婦に対して、今まで好き勝手やって人を傷つけてきた報いよと冷たく言い放ってその場から去った。現在兄夫婦がどうしているのか詳しくは知らないが、母曰く兄夫婦はいつも金遣いが荒かったそうで、現在も生活が苦しいのに贅沢がやめられずに借金を重ねているそうだ。まあ私にとってはもうどうでもいいことだが、一方で私は夫と母と相変わらず平和な日常を送っている。今度夫と休みを合わせて母と三人で旅行にでも行って羽を伸ばそうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。